探偵は絵にならない。森明丸の森林浴。まあこれもね、もちろんね、浜松市のね、図書館で借りたんだけれどもね、まあ浜松市が浜松市出身と、いう作家でね、まあこういう人は多分まあ浜松北高出身なのかなと勝手に思ってたのね。早稲田大学第一文学部卒業ってなってるんでね、まあ、早稲田行くっつったら、まあ、北か西かっていう感じでね、まあでもまあこう小説家になるっていうんだったら、まあ、大体北かなみたいな感じでね思ってたんだけれども、インターネットで検索して調べたらね、古都っていうようなね、古都高校いうようなまあ情報もあって、そうなのみたいな感じでね、ちょっとね、よくわからない、はっきりしない。まあでもまあ浜松を舞台に、書いたということでね、まあ、浜松祭りに絡めてね、ハードボイルドのようなね、文体で書いてると、まあ、後書きにね、を読むとね、探偵はバーニールさん、探偵はバーニールさんのノベライズを担当したことにあったと。まあ、探偵はバーニールっていうのは大泉洋だよね、あの映画、のノベライズっていうのは、まあ、要するに小説化をするにあたって、まあ、この人が小説家をしたと。で、まあ、まああれは大泉洋がね、のキャラで、のセリフみたいな感じでね、まあハードボイルド的なね、分からんではないんだけれども、で、これもまあそのようなね、ハードボイルドっぽいね、会話、こうね、セリフがいろいろ出てくるんだけれども、ちょっとね、ちょっと僕からするとね、あんま好きになれないというか、共感できないというか、なんか違うよなみたいな、要するに設定が28歳の男の子なんでね、チャラいっていう感じがしちゃってね、あんまり、面白くないっていうんだから、あんましね、思い込みができないというかね、まあなるほどねみたいな感じでね、読んじゃうわけよね。でストーリー的にはね、まあ浜松いろいろあちこちね行ってるし、まあ、僕からしたらね、まあ面白いなと思ったのは、まずアルマのね、アルマのいろんなストーリーをね、いろいろとね、アルマが要するにキーになってるわけよ、そのいろいろストーリーを展開するね。なんでアルマっていうのは、まあ、僕この庭なんかでもね、ホリスティック森林浴セラピーガーデンなんつって名乗ってやってるんだけれども、名前をつけてやってるんだけどもね、まあ、あるは、まあ、あそこにもローズマリーとかね、毎日でも今日もレモンバームを食べたりとかっていう感じでやってる。でそのアロマっていうハーブっていうね、これはね、実は浜松って結構そういうところなのよね。アロマハーブをね結構やってる人が多いのよ。でアロマとかね、ハーブのショップも結構あったりするのよ。まあ需要が、供給があれば需要もあるみたいな感じでね。で、ああそっか、浜松とアロマって確かにそうなんだよなと思ったんだけども、この人はあんまり浜松に、まあ要するに、親が浜松の人間じゃなくて、でよそ者の感じがして、で自分も高校卒業してから浜松離れて、今はねどっか別なところに住んでるみたいな感じで、だからあんまり浜松とは、でなんか浜松に親近感を持ってなかったみたいなね、のけ者扱いされてたような感じを知るみたいなことが書かれてるんでね、よそ者みたいな感じがしてたっていうふうに後書きに書いてあるんでね、浜松のことを分かって書いてるのか分かんないんだけども、あとねバロンって出てくるのよね。バロンが出てくるのに笑っちゃったね。まあ僕のね、一緒にいろいろと、まあ、展開してきた、あの森林セラピストの鈴木孝之さんっていうのが、まあバロンと名乗ってるんでね、鈴木孝之バロン、みんなにバロンさんって呼ばれてるって。でなんで、
あのそのパロンっていうベトナム、ね、ブラジル人かな、ブラジル系の人でバロンっていうのが出てくるんで、これはまた面白いなと。あとベトナムの女の子がね出てくるっていう。で確かにベトナム多いのよ、本当浜松は。ベトナム、ブラジルも多いし、そういうで、なおかつね面白いのはね、僕はね、あのなんつったっけな、映画の、でた例えてね、ブレードランナーか、ブレードランナーって映画でね例えて、浜松はブレードランナーみたいな街だっつってね言ってるんだけど、この人はまた違うのよね。未来世紀ブラジルだったっけな、なんかそんなようなあれが出てくるのよね、映画のね、みたいな街だみたいなことがね。だから、うん、浜松ってそうなのよ、要するに、多国籍的な、感じがするのよね、本当に。そこのところをね、もっと売ればいいとに、いいのにとか思うんだけども、どうも浜松はそうじゃないのよね。浜松っていうか役人たちはね、要するに市役所のとかの連中はそういうところはあまり、未来世紀ブラジルやイエンタウンっていうのかな、イエンタウンっていうのは知らないんだよね、うん、だからそういう感じでね、やっぱね、僕も浜松っていうのはね、浜松にいて浜松に居心地の悪い人間なのよね。なぜかというと、僕は浜松市の出身じゃなくて浜名郡上村の出身なわけよ。だから浜松市じゃないのよね、出身が。浜名郡上村、もう今は合併しちゃって浜松市になっちゃってるんで、浜松市民なんだけども、出身は上村なんでね、だから浜松市じゃないという。そこのところでね、浜松市っていうのはね、どうもね居心地が悪いというか、浜松に、まあ僕は浜松西高に行ったんだけども、西高にでもその浜松の連中とね、なんか溶け込めないというか馴染めないというかね、そういう感じが、いつもよそ者みたいな感じがね、要するに上村の人間、お前は上村の人間だろみたいな感じでね、いたような感じがする。だからそういったところもね、この人間とまあ似たようなものがあるのかなと。まあ、あとね、アクトタワーがいろいろ出てきて、まあ、ホテルは大倉、まあ、そこ今はね大倉が入ってるんだけど、これは別の名前になってる、大倉とは言ってなくて別の名前になってるんだけども、まあ、うなぎ屋とかうなぎパイとかね、みかんだとか、西賀崖も出てくるのよね。西賀崖、僕は西賀崖資料館でね、明日もボランティア、浜松観光ボランティアガイドの会でボランティアなんかもしてるんで、西岸かけとか、あとピアノの演奏会ね、うん、ピアノ大使じゃなくて、なんだっけ、音楽大使かなんだかつってね、そういうのあるのよ、浜松の観光大使みたいなのね、があって、これは何だったっけな、浜松の音楽の街の大使とか何だかっていうね、女の子も出てくる、楽器の街、うん、ヤマハ可愛い楽器があるという、ローランドが抜けてんだよな、これ。ローランドでもあるんだよ、ちょっと言いたく、突っ込みたくなるんだけど、あんまり浜松のこと分かってねえんじゃねえ、楽器の街 PR 大使か。そんなのが出てきたりとかね。うん。だから浜松の人間読んだらね、ちょっとこれ何とか思うかもしれない。あんまり浜松が好きじゃないっていうような男の子の主役がね、キャラなんでね。まあ、最後はまあ、なんとなく浜松に溶け込んでいくような雰囲気もあるんだけどもね。で、僕も絵を描いてたわけよ、浜松で、高校時代ね。僕はね、緑屋っていう絵画教室に通ってたのよね。で、ここはまた違う絵画教室なんだけども、この主人公がそこに通ってたかどうだかは知らないけれども、僕は緑屋っていうところで絵をずっとね、描いてたんだよね、高校時代。高校時代っていうか、2年からかな。2年、3年の頃かな。うん、なんで、そういう絵を描いてたっていうのもすごく僕が、でなおかつ浜松の絵の世界っていうのもなんとなくちょっと、ね、かじったというか、浜松の、ね、絵の人間っていうのもね、いるんだろうな、なんとなくその匂いを感じるというかね、いうのがあって、で僕も浜松祭りは一切参加してないし、一回だけね、高校2年か高校3年の時にその絵画に通ってたんでね、放課後にね。
でその絵画のなんかのつながりで一回見に行ったことがあった気がするね。一人でね見に行ったっていうのかな、その絵画絵のね絵の絵画教室の絵の教室緑屋の帰りに見たというか、あの祭りをやってるのを見たというようなことがあったのかもしれない。だからゴールデンウィークの浜松祭りのその期間にその緑屋をやってたかどうか、そこら辺が確かじゃないんだよね。やってたのかな。なんか通っ一回見なんか夜の屋台の、を見た記憶がある。一、うん、回だけね、かすかに記憶がある。通ったっていうかね、うん、緑屋の帰りにね、うん、のような気がするんだよね。それぐらい。であとは今はもうねこっち帰ってきてから、それこそ浜松観光ボランティアガイドの会でね。毎年浜松の、たこ揚げ会場でね、中田島砂丘か、それにその会場で、写真を撮るねボランティアをやってるんでね、毎年一日はねその会場に行ってねボランティア活動でね写真を撮ったりもしていたりとか、まあ、そんなのもあったし、アクトタワーとかね、結構ね、いろいろ元城町、城下町、役所や老舗高級ホテルって、これコンコルドのことだかなと思うんだけど、コンコルド、高級じゃねえだろうとか思うし、そこら辺よくわかんないんだけど、だから、なんかイメージさせるものはあるんだけども、浜松町も出てくるしね。このうなずきっていうね、うなぎ屋、これはないよね。浜松城の周りにうなぎ屋はない。ちょっと離れてるからね。これは違うだろう。美術館なんかも出てくるしね。まあ、ストーリー的にはどうなんだろうな。若い子には受けるかもしれないね。この27歳、28歳かな。主人公がね。なんでね。だから大泉洋とかのクラスなのよね。僕がまだやっぱ40代ぐらい以降の主人公になると、だからチャンドラーとかね、叫びたりのみたいな、ハードボルトといえばそうなっちゃうんだけども、まあちょっと、こういう若い子のだってこういうのは、まあ、東京に出てそれからまた戻ってきてみたいな感じだから、でも東京でもねどうしてもこういう喋りをする人いないよな。あ、そう、演習弁も出てくる。その演習弁ってねどうなのかな。僕も演習弁こうやって喋らないね、全然演習弁出ないでしょ。だから演習弁これが正しいのかなって思っちゃったりもするのよね。こういう喋り方するかなとか思っちゃうんだけど、まあでも多分そこら辺は検証してるんだと思うんだけどもね。といったところで、探偵は家にならない。まだこの作者もね若いのよね。僕より15年下だから41。まあちょっとね一回何かの機会があればね絡みたいなとは思うんだけどもね。まあね。まあ、でも41だからな、15も年下だからな、どうなんでしょうね、絡もうと、まあ相手は絡もうとしないような気がするんだけどもね。まあそんなところでね、探偵は絵にならない、森秋麿の心理学。